盤戦に入り、今シーズン初の3連敗と厳しいスタートとなった11位栃木 SC。 ここ7試合勝利なしと、こちらも苦しい状況の21位蒲田アレ讃岐を迎えての一戦です。まずは開始4分、讃岐クリアボールを拾った堀川がこの位置から狙います。意表をついたロングシュートでゴールを脅かすと、栃木は14分、センターバックのドゥドゥがドリブルで持ち込んでそのままシュート。しかしこれが石井に阻まれ、その後は讃岐ペースの展開に。41分には沼田のクロスに古田、さらにガラハ、決定的な場面は鈴木智之の攻守にありますが、その直後のコーナーキック、セカンドボールを岡村豪快に蹴り込んで1対0。岡村の10試合ぶりとなる今シーズン3ゴール目でアウェーの讃岐が先制します。前半シュート1本に抑えられた栃木は後半に入り52分、途中出場の杉本が狙うも、ここは石井がビッグセーブ。すると讃岐はショートコーナーからチャンス、ファーサイドの沼田、さらにこぼれ球を拾って、最後は古田。この夏に加入した古田が2試合連続ゴールを決めて2対0、讃岐が59分追加点を奪いリードを広げます。4連敗は避けたい栃木、84分広瀬のクロスに杉本、今シーズン初ゴールを挙げますが反撃及ばず、そのまま2対1で逃げ切った讃岐がアウェー初勝利を手にしました。